ございます。今日はね、私のモーニングルーティーンをご紹介しながら、私のね、一日をね、紹介しようかなと思います。私はなんかいつもお家でお仕事をしていて、まあ、家事をしながら、まあ、ワンちゃんも飼ってるのでグラミーのお世話もしながら家でね、お仕事をするんですけれども、私のちょっとお仕事はこんな感じでやってるよっていうのを少し見せれたらいいかなと思います。もう旦那さんは起きて、ご飯をね、一緒に食べて、送り出しして、いつも行ってらっしゃいをするんですけど、で、行ったところです。で、旦那さんが会社に行った後は、私はこんな感じでベッドに寝っ転がりながらメールをチェックしたりとか、あとはコメントを、インスタのコメントを返事したりとか、携帯でできる作業、お仕事を結構やりますね。これが結構、でも1、2時間かかるかな、ずっとやってて。画像加工したりとか、そういうのをずっとこう携帯でやって、ここから動き出します。かっこつけちゃうよね、モーニングルーティンって。普通のやつ。ソフトはアロマリッチです。今日はね、特に化粧をする予定がないので普通にすっぴんで過ごすんですけど、私目がね、めちゃくちゃ悪くて、もう目はメガネ外してます。で、朝のスキンケアを紹介します。なんか過去に紹介したやつ2回ともなんか洗顔しますって洗顔してたんですけど、実は朝は洗顔はしていません。すいません、嘘つけました。顔洗った方がいいかなと思って。でもなんか朝さ、洗顔するともうすごい乾燥肌やばいから、そのファンデーションした時にこう皮むけちゃったりとかして、乾燥がすごいから朝はね、やらないんです。朝はコットンにこのね、いつも使ってる花の化粧水を、でこのコットンに化粧水を湿らせて、それで顔をね、拭き取る感じにしています。それで顔を洗った感じにします。ちょっと朝顔を洗うと絶対乾燥するんだよな。夜一生懸命さ、なんか保湿頑張ったのにさ、朝洗うと全部それが取れちゃうから。優しく拭き取って、化粧水を入れていきます。で、乳液を塗ります。夜はさ、オイル塗ったり、美容液入れたりするんですけど、朝は化粧水と乳液と、あとクリームだけになります。クリームはね、一応半分用意を入れます。で、化粧するときはこの後に普通に下地から塗っていく感じです。でもね、結構前に実は起きてたので歯磨きは終わっています。歯を磨きます。よし、これでね、スキンケアが終わったらいつもこうやって洗濯したりとか掃除したりとかしますね。洗い物したりとか、この後はグラミンのおトイレの掃除したりとか、ご飯はね、もうさっきあげちゃったんですけど、ご飯をあげたりとか、あとはちょっとブラッシングしたりとか、そういう毎日やってることをご紹介していこうと思います。お座りして可愛くしております。グラミー、おはよう。出してっていうポーズです、これは。シートをね、ガリガリやるようになっちゃって、たまに
このスプレーを使います。これいつもね、体のシャンプーでも使っているメールをチェックしたりとか、提出しなきゃいけないデータを作ったりとか、いろいろパソコンでやる作業を。このね、タイピングはね、めっちゃ早いんですよね、私。よし。めっちゃあるメール。じゃあこれはメールをいっぱい返していきます。あと結構海外のメーカーさんともやり取りしていて、それはね、全部英語でね、やり取りしなくちゃいけなくて、翻訳機を使いながら、結構こうビジネス英語だと間違えたらね困るので、それがちょっと難しいですね。なんかこう背中ががっつり開いてるカットソーワンピースみたいなの欲しいんですよね。こんな感じでね、なんかノートにねデザインを書いていきます。私書いたら破ってメーカーさんに渡しちゃうからね、過去のやつがないんですけど、ある程度デザイン書いたら次は生地を選びます。数がすごいです。こんな感じでね、カットソーの生地を頼みました。ちょっとここから登ってきちゃった。変わったね、色のワンピースがいいなっていう感じですね。邪魔してくるね、君は。薄で、薄い生地がいいんだよな。ちょっと分厚い。これいいですね。こうやって触りながら感触とか、こんなちっちゃいさ、生地から洋服のデザイン考えなくちゃいけないから、結構想像力、イメージをね、沸かせないとわかんないんですよね。これが最初、全然わかんなくて、失敗しまくりましたね。洋服作るの。ちょっとマジ邪魔ね。次はミラスタッチのデザインに行っていきます。ミラスタッチは、海外からパーツをね、
仕入れてることが多くて、この辺も海外のパーツです。ちょっと次ね作りたいのがこういうパール系のデザインをやりたくて、結構何回もねサンプル作ってるんですけど納得いかなくて、ちょっとまだ製品化できていない感じですね。女優さんが一粒のパールのネックレス欲しい。デザインを書いてパーツを決めたら写メ撮って、これでメーカーさんに送って最初はデータでやり取りをしていきます。二連っぽくなる感じで、こっちが超高、これめっちゃ可愛いんだよね。ブルーとかも可愛い。こういうなんかミラスタッチオリジナルのパーツが結構ねいっぱいあって、これも可愛くてお気に入り、ちっちゃいんだけどクロスのデザインで彫ってあって、後ろにもねロゴが入ってます。この辺で何か作ろうかなと思って、この2つのクロスもオリジナルで作りました。こっちのやつはねガーネットがついてたりとかしてめちゃくちゃ可愛いんですよ。このピアスも結構昔にデザインして作ったんですけど、これも真ん中にガーネットの石が入ってて、これはねピアスしか作ってなかったんですけど、これをさネックレスにしても可愛いんじゃないかなと思って、こういう丸いネックレスってどうだろう、可愛くない？ちょっと今ピアスだからまっすぐなんだけど可愛いよね。これも作りたい。はい、ね、明日撮影なので撮影のコーデを組んでいきたいと思います。明日結構撮りたくていっぱい組まなくちゃいけないんですけど、まだ出してないね新作とか、このスカートとかは新作になります。こんな感じでなんかガーゼ、これガーゼと下がリネンのスカートになっていて、履いてね歩くとこう中がシラシラ見えるようなデザインになって、こういうのだとやっぱなんかベージュで合わせたくなりますね。私はこれとかも可愛いかな、中にキャミとか着てちょっとサンダルとかで着てあげたりとか、こっちでも可愛いか、そっくりね、夏っぽいこれいいかなみたいな感じで作っていきます。コーデよ、コーディネート組むのがねなんか大変だけど楽しいですね。取らなきゃいけないやつをね覚えていないと難しい。このねシャツも再入荷したので発売しようと思います。これ結構羽織に使えてすごい便利です。これはこれキャミソールのワンピースに合わせて、これがショート丈なんでそう足が長く見えるので、こんな感じでサンダルとか履いたら可愛いかなと思います。これはこうシンプルなオフショルドワンピースなんですけど、ホワイトで合わせて、うん、紐がついてるからねベストキュって感じ。これも実感があった。これもめっちゃ可愛いんだよな。これもね、のこういう巻きスカートなんですけど、すっごいね、生地も良くて可愛いんですよね。こういうの逆に、キャミとか合わせて、上にジャケットとか着てもかっこいいかもしれない。このジャケットめっちゃ着てんだよね。これに、これとか、可愛い。春っぽくて可愛いかも、色合い。おしゃれですね、これ。かわいい。いや。ちなみに、今日のルームウェアはこんな感じです。これはね、普通ルームウェアじゃないんだけど、オープニングセレモニーのカーディガンです。で、中に着てるのがロンパースのパジャマなんだけど、これは、ビクトリアシークレットで買いました。ちょっと中がセクシーだから、上にこれを着ています。
通にキャミの感じでね、これ結構背の方がっつり開いてて可愛いんです。海外で買いました。で今、コーディネートを組んだから、これからねアイロンがけをしていきます。パナソニックのやつで、こんな感じでスチーマーがおうおう、スチーマーが出るアイラインになります。見た目もね可愛い。結構撮影前も今これコーディネート組むだけで1時間ぐらいかかったかな。で20体近く作ったんですけど今。でこれアイロンして、で全部大きい袋に入れて、あとバッグとか靴も決めたりアクセも決めたりするんですけど、でもうそれを持っていけるように準備をしておきます。地味じゃないこんなんばっかりですよ。結構そのブランドのプロデューサーの仕事、ブランド自分でやりたいとかいう人すごい最近多分増えてて多いと思うんですけど、結構地味な仕事多いですよ。本当9割は裏方の仕事かな。多分私はすごいちょっと特殊で、全部さ中のさこと事務作業的なこともやるし、デザインだけじゃなくてそういう中のことまでやってるプロデューサーって多分ほとんどいないと思うんですけど、私はねそういうところも全部やりたくて自分でやってますね。でその他のね、なんかお客様対応だったりとか、細かい自分でこう手が回らないようなお仕事はスタッフの人に頼んでやってもらったりとか、だったらうちは結構外部委託が多いので外部のメーカーさんにねやってもらったりとかしています。はい、アイロンがけ終わった。こんな感じこれをあと20枚以上あるか、やばいな。よし、ちょっと一段落したのでグラちゃんに会いに来ました。寝てたのね、かわいいねグラミちゃん、おはようございますまあいいや、出てあげるね。よっ、おはようねえ、かわいい眠いな、寝てた。こんな感じで私のモーニングルーティーンでしたなんか一日中家にいるからどこまでがモーニングでどこからがナイトなのかわかんないですけれども、これからちょっと夕飯の支度をしたりとかするので、とりあえずここまでがモーニングルーティーンかな。でもまだね仕事も終わってなくて、撮影準備は終わったんですけど YouTube の編集もまだやってないので、それをやったりとかインスタをアップしたりとか、まあ、でも明日撮影なのでちょっと朝も早いし、ちょっとあれですね、お肌もケアしたりしたいので、今日はそんなに遅くにならないように仕事はほどほどにして早く寝ようかなと思っていますこんな感じで参考になるかわからないんですけれども、私のね普段の1日半日ぐらいかな、モーニングルーティンからお仕事の様子とかを少しご紹介させていただきました。もしよかったらグッドボタンとコメント、あとチャンネル登録もぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。